バズ・ライト・イヤーとは、世界のディズニー・パークにある、ディズニー映画、トイ・ストーリーシリーズのキャラクター、バズ・ライト・イヤーを主人公とし、同映画の世界観をモチーフとしたアトラクションシリーズである。バズ・ライト・イヤーのアストロ・ブラスターとは、マジック・キングダムの初期型を改良して導入したアトラクションである。改良型としては、東京に続いて2施設目、光線銃が手に持てるようになり、 終了後のランキング上位者のスコア表示などが追加された。バズライトイヤーのスペースレンジャースピントは最初のバズライトイヤー型アトラクションである。同じ場所に1998年まであったデルタ航空をスポンサーとした過去から未来にわたる空の旅を体験するアトラクションテイクフライトを改造したものでライドのルートレーザー光線を使った。 トンネル部など基礎的な設備はほとんどテイクフライトをそのまま流用している。基本的な構造はこのアトラクションで確立されたが、このバージョンがオープンした際には、光線銃が台座から外れなかった。また、ライドが進むステージの順番も異なる。バズライトイヤーのアストロブラスターとは、マジックキングダムの初期型を改良して導入したアトラクションである。改良型としては、 最初の施設。初期型に加えて、光線銃が手に持てるようになっている。2004年4月15日に、ビジョナリアムの跡地にオープンした。正式の4種類のターゲットの他にも、隠れ20万点が存在するとよく噂されているが、正式には存在しないことになっている。バズライトイヤーのレーザーブラストは、アトラクション名称が微妙に変更されているが、 基本的には改良版を導入したもので、東京及びアナハイムのものと同内容。バズライトイヤーのアストロブラスターは改良版を導入したもの。パークの開園と同時にオープンしたが、アントマンをテーマとしたアトラクション、アントマンワスプナノバトル。建設のため2017年にクローズした。バズライトイヤーのプラネットレスキュは、パークの開園と同時にオープンし、 他のバージョンよりもより、トイストーリー2の冒頭シーンをより忠実に再現している。例えば、登場する惑星やザーグのロボットはすべて映画に登場するものと同じデザインである。ディズニークエストフロリダにあるアトラクションバズライトイヤーのアストロブラスターズは、ディズニーパークにある光線銃を使ったアトラクションとは異なり、スペースシップ型のライドに乗り込み、ライドから発射されるボールを、 他のライドにぶつけて競う対戦タイプのアトラクションとなっている。名称は同一ないし類似であるが、内容は全く異なる。ありがとうございます。